はい、暗号通貨っていうのはもともとそのブロックチェーンが解読できない、不正ができない、盗めないというのが利点だったんですけども、どうでしょうか。この2018年、どんな事件があったでしょうか。まずはハッキングというものが起こされました。取引所のハッキングによって、通貨が盗まれてしまったりとかですね、ものすごい金額盗まれた事件もありましたよね。で、ハッキングによって、BTC が消滅したりっていう事件もありましたね。すごいですね。消滅するようなハッキングがあるんですね。で、ハードウォレットも、壊されたり盗まれたりとかしてますし、通常のアプリの中に入っているスマートフォンの中に入っているウォレットも当てになるのがどれかは全くわからないという状況です。さあ、困りました。その中でカルダノの ADA っていうのは、制作者そのものがダイドロスというウォレットを作ってますんで、こんなに安心なことはないですよね。スマートフォンのアプリにあるウォレットっていうのは、別に BTC を開発した人がそのまま BTC に合うように作ってくれたわけでも何でもないですし、第一、集合集権じゃなくて分散型なんで責任を取る人いないんですよね。で、盗まれようが、プログラムを書き換えられようが、追記のしようがないと。おかしいなぁ。暗号通貨ブロックチェーンっていうのは盗まれないはず、セキュリティに厳しいはずだったのにどうしたんだということで、全然今度はね、不安なわけですよ。でもこの、カルダノっていうのはセキュリティ面が相当優れているっていうのは前回お話した通りです。さあ、今回お話しするのは、前置きが長くなりましたけども、プロジェクトの完成っていうのはカルダノのデビットカードも使えるようになるということです。デビットカードで日々のお買い物が気軽にできる暗号通貨の世界を想像してみていただきたいんですね。新しいコインとしては相当な偉業ですよね。そう、これも進行中のカルダノプロジェクトの一部でしかないんですよね。デビットカードへの着手も開発チームが現在取り組んでいることの一部です。実生活に使えるということでも、暗号通貨に価値がつくことになることを考えると、おのずと有用性の面でも最も実用的なコインの一つとしてカルダノが際立つことになるでしょう。このような根拠があるだけでも、カルダノの価値は10ドルを超えるものとなるでしょう。 ADA はこんな偉業を成功裏に成し遂げたトークンの一つということなんですよね。で、カルダノが値段を上げるってことは、当然カルダノに人気が集まって買われるわけですから、買うってことは何がしかの通貨をカルダノに交換するってことです。どういう意味をもたらすかということを考えてください。何かのもう見込みのない暗号通貨をカルダノに変える、エーダに変えるっていう動きも当然ありますよね。じゃあ、どんな通貨がそういう浮き目に合うのかと言いますと、カルダノでできることを他の通貨でできるとしたら、トータルで優れていて、今持っている通貨の機能も含めているという、このカルダノに移行するのは間違いないんではないかなと思うんですよね。だから、多くの暗号通貨っていうのはカルダノに吸収されてしまうってことになります。さあ、今手持ちの通貨、塩漬けになっているものはガチホっていうふうに意識を持っていると思いますけども、カルダノに法定通貨が、暗号通貨の中の法定通貨が統合されることを、もしね、見越しているようでしたら、今のうちに決済した方がいいと思います。ICO 割れした通貨も交換できるんだったら交換した方がいいと思います。どちらにしても、暗号通貨ってのは今1500種類以上出てますけども、結局は10種類以下にまとまって、それが運用されるようになると思います。例えばビットコインとかね、リップルとかね、ADA とか、IOTA とか、こういったものに統合されて、あと名前を聞いたものがないとかね、買ってる人とか認知度が少ないっていうのは消滅していくまんまではないかなと思いますよね。さあ、それでは2点目のカルダノの優秀な点っていうのは、デビットカードが使えるってことになるということでございます。それでは次回もお楽しみに。